まあ、こういう風にもできます。やりすぎ？最終回じゃなかったんやー。お疲れ様です、前田です。ルパパと最終回じゃなかったねあと1話ありましたね。いや、僕も特に調べなかったんですけど、てっきり50話だし、タイトル永遠にアデューだし、最終回って勝手に思い込んでました。まあ、調べたら分かったことなんでしょうけど、いや、でもですね、シナリオはもう、まさかまさかというかですね、もう大どんでん返しですよ、僕の中では。全然予測できなかった展開でしたね。まさか、ドグラニオの金庫の中に、ザミーゴと一緒にルパンレンジャーが入るっていう、そんなことまであるんだっていう話でしたね。で、ですね、話の内容を触れると、まだ見てない方のために良くないのかな。まあもう、昨日なんで、言っちゃわない方がまだいいのかな。とにかくですね、来週が最終回なんですね。まさかの、はい、びっくりしました、この展開。まだ録画してるけど見てないとかいう方、ぜひ早く見てくださいね。僕は多分今日ですね、第50話の再現を作りますので、まあ、今週中にはそれをアップしますので、まあ、来週日曜日、最終回のオンエアまでには、再現を作ってあげますので、それを見ていただきたいなと思うんですけど、はい。で、ルパパとはですね、また来週まで、お楽しみが伸びましたので、っていうことをやってるうちにですね、昨日、近くの、百貨店っていうんですか、ま、買い物に行ったらですね、このガチャガチャがありましたので、落ちる。回してきました。はい。これはですね、ジオーのですね、ライドコレクション、なんだったかな、ライドギア、はい、ライドギアコレクション3ですね、ジオーですね。で、これで、僕いつも被ると嫌なので、だいたいインターネットでコンプセットを買うんですね。金額は別にそれそんな高くないです、いつも。一回余分に回すぐらいの金額で買えたりすることが多いんですけど、今回ネットを見ててもですね、なかなかコンプセットが出てないんで、どうしようなと思ってた矢先ですね、ガチャガチャを見つけて、しかも中覗いたら、こういう風に、大きいのと小さいののカプセルがあって、で、小さいのはもうこれですよね。この、5番、6番、7番ですね。ライドウォッチセットだろうと。で、でっかいのがこういう武器とか、ですね、ウォーズのドライバーとかですね、ライドヘイセイバーだろうというのが、まあ、わかりますよね。で、マシンのこう横から見たらですね、結構排出口のそばにですね、でっかいカプセルが固まってたんですよ。なんで、これは何回か回せば出るぞと思ってですね、結果ですね、確かですね、3回回して、このどっちかが出たんですね、大きいやつが。で、回す前に違う色のでっかいのも見えてたんですけど、回したことでそれも消えてたので、そろそろ来るだろうと回した結果、6回回して2個目が来たので、まあここで撤退だということでですね、このような、排出になっております。今回のラインナップはですね、1番ライドヘイセイバー、2番がディケイドライドウォッチ、3番ビヨンドライバー、で4番が時間デスピア、で5番、6番、7番がライドウォッチセットの ABC という7種なんですね。で、ですね、僕が欲しかったのはですね、ビヨンドライバーと、時間デスピアだったんですね。なんですけど、とりあえずもう、他の動画上げてる方の見たら結構回したけど全部揃わなかったみたいなのも見たんですね。まあ、なので、2個目のでかいのが出た段階で撤退したという形ですね。じゃあ何が入ってるのか見てみましょう。先ほど開けてこのブックレットを出したこの黒いカプセルは、ディケイドライドウォッチですね。これが2つ。はい。じゃあ小さいのから開けましょうかね。黄色いのは、よいしょ。はい。これはライドウォッチセットの、どれだ？この漢字は A ですかね？だと思います。ちょっと後で見ますけど。
で、もう一個の小さいオレンジ色のやつは、ライドウォッチセットの、これは、なんだ？フォーゼの写真じゃないシールがあるので、6番の B ですね。ライドウォッチセット B が、黄色いカプセルと。で、お待ちかねのですね、でっかいカプセルですね。これもさっきからずっと見えてますけど、この白い、乳白色なやつが、よっ。ライドヘイセイバーですね。勝て。はい、ライドヘイセイバーでした。でかい。そしてカラフル。で、残りの緑はですね、はい。時間でスピアでございました。これも結構でかいですね。すいません。カバンにもう一個入ってましたね。7回回してたんですね。なので、ちっちゃいのは全部出たってことですね。で、このちなみに中身はですね、ライドウォッチセット C ですね。じゃあちょっとシールを全部貼ります。はい、シールを貼りまして、完成でございます。7回回して、6種類ですね。あと1個がビヨンドライバーか。ビヨンドライバーだけ出なかったので、まあ、なかなか良かったと思いますよ。やっぱり横見て回すのは有効ですね。で、今回、ですね、この1番のヘイセイバー、ライドヘイセイバーはですね、シールが選択式でして、この2枚からですね、好きな方を貼るといった、形ですね。だから点灯、こっちが光ってるバージョンでこっちが光ってないバージョンみたいな感じなんですかね。どっちかしか貼れないかな。まあ、こういう造形なので、基本的にはやっぱり選択ですね。まあ、ただですね、1枚余らしてもしょうがないので裏に貼っちゃうかって感じですかね。はい、ということでですね、表にこの黒いシールで裏にこういう風に貼っときました。まあ、捨てるよりはいいかなってところですね。で、これがライドヘイセイバー1番ですね。120mm のビッグサイズと書いてあるだけあって、やっぱりでかいですね。なかなか大きいですね。で、可動はここの針が、長い針だけ回るって感じですね。あとは動かないですね。ここも、ライドウォッチが刺さるギミックはできますね。動かないな。はい。こういう形になってるので、このライドウォッチですね、こっちを、このような向きではめることができますね。これで必殺技を再現することができますね。ヘイセイ、ヘイセイでしたっけ？そう、ちょっと最近若干ジオウに置いてかれてる感があってですね、再現もちょっと作ってないっていうのもあるんですけど、オーマの日の話にも入ってますよね。で、シローズ出てきてみたいな。なんかちょっとついていけてなくて僕。ややこしいじゃないですか。未来が2つとか。で、本当は存在しないライダーだけど来ちゃってて、どうこうみたいな。ちょっと難しいなと。で、で、あと思っちゃったのは、シローズが使ってる不思議なノートみたいなタブレットみたいなやつありますね。端末。あれに書いちゃうと、それが全て現実になっちゃうっていうことなのに、なんかこう、だったらあれに、ゲイツが救世主に、目覚めるみたいなこと書いちゃえばいいのにって、まあそれはやっぱ言っちゃいけないやつなのかもしれないんですけど、なんかそんな感じで、ちょっとこう僕、いまいちハマってない感が今あるんですよね。そう、だから、あれなんですよ。ボズのデラックス版、ビヨンドライバーも、この、時間でスペアもデラックス版買ってなくて、RKF のボズも買ってないんですよね。そうなんで、まあ、どうせ再現もですね、まだ、5話か6話ぐらいで止まってるんで、まあ、買う頃には少し安くなってるかなと思いつつですね。という、まあ余談はさておき。2番目がですね、ディケイドライドウォッチですね。ちょっと小さいので、はい、こんな感じですね。で、これ可動は特にないです。これボタン押せないし、はい、裏はこういう感じですね。でも色分けはバッチリです。ここがシール1枚だけ、この白いところだけですね。で、これもですね、デラックス版と同様に、他のライドウォッチのちっちゃいのがあれば、セットして、よっ。
こんな感じでセットできますね。ちなみにですね、この紙には書いてないんですけど、多分第1弾とか第2弾のこのシリーズ、ガシャポンのドライバー、時空ドライバーがあれば、多分刺せるんですよね。僕持ってなくて、今試せないんですけど、多分そうだと思うんですよね。なのでちょっと今回はこれ2個偶然出てくれたので、これ2個いけるか問題っていうやつをちょっと確認したいなと。デラックス版だと確かできないんですよね。ただガシャポン版だと、ここにスライドできるんですね。こういう風になりますので、なのでこれがですね、無限に繋げれますね。これが何個出ようがですね、こう横にどんどん繋げていけるので、はい。まあ、ライドウォッチセットが被るよりかは、マシかなというとこでしょうかね。もうこういう風にもできます。はい。じゃあ次ですね。4番の時間でスピアですね。これ、一番いいかもですよ。この中では。こんな感じで。で、シールはここの、スワイプ部分だけです。これ以外は全部塗装で、こんな感じになっておりまして、で、さらにですね、ここの、見えますか?この、カマの文字ですね。ここシールじゃなくて、最初から、なってるんですよ。なので、これ回すと、おー、やりですね。やりすぎですか?で、こっち回すと、よ。杖ですね。杖すぎ!で、もう一回戻して、かましすぎ!という形でですね、すごい3モード変形が、バッチリですね、できてしまうという代物ですね。そう、まだデラックス版の時間でスピアを僕買ってないので、これが初のですね、ウォーズ絡みの立体物になりますね、入手した。ウォーズの人形も、ソフビもないし、ソードもまだ出てないし、っていう形で、RKF も買ってないしなので、こんな感じの色なんだなっていうのを今回初めて見ましたね。ウォーズのカラーってこの、なんていうんですかね、この黄緑色?発色のいい黄緑色といった感じですからね。これでもいいですよ。これ当たりですよね。やっぱり3モード変形。しかもカラフルだし。割とでかいですよ。これ何ミリって書いてないけど。でも時間でスピアとさっきのライドヘイセイバーを見るとですね。こんな感じなので、まあ、100ミリぐらいはあるかな。といったところで、割とボリューム感あるので、ちょっとジオの騒動がパッと取れないんで今、ルパンレッドに持たせてますけど、これぐらいのサイズ感なので、いい感じですね、こういうおもちゃと一緒に持たせるには。で、残りはですね、ミニミニのライドウォッチセットの A、B、C でございます。これ被らずに出たのはありがたかったですね。やはりですね、当たりを狙って、でっかいカプセルを狙って回し続けると、この辺が大量に被るという、中身だと思うんですけど、幸いですね、3種類被らずに1個ずつ出ましたね。なかなかついてました。で、これの、遊び方はやはり先ほどのようにですね、この関連アイテムと、連動させるというのが、まず一つですね。こういう形で、まあ、武器にはめて、必殺技を再現したりですね。あとこのディケイドライバーにセットですよね。はい、できますし。あとこれ自体がここの天面部分がこう回転します。このように。シールはまあついてきちゃいますけど。なので、動くので、それなりにテレビの真似事っぽいことをできますね。押した振り。で、回して、あ、逆か。押して回すのか。どっちだったっけ?忘れちゃった。まあ、回りますので、こういうのでセットできるという感じですね。で、ディケイドライバーいっぱいあれば、繋がるということですね。あ、ライドヘイセイバーにディケイドライドウォッチは、つくのか?あ、つかないか。あ、無理ですね。ちょっと、あ、いける?ああ、無理だ。入らないですね。やっぱりちょっと引っかかって。ということなので、まあ、拡張性はこんなところでしょうか。はい。ということで、今回はですね、ルパパとの最終回じゃなかったという衝撃とともにですね、
仮面ライダージオウのガシャポンですね、ライドギアコレクションボリューム3のご紹介でした。あと1個ビヨンドライバーさえ出ればコンプだったんですけど、まあほぼ被らずにここまで手に入ったのでよしとしましょうかね。でデラックス版のビヨンドライバーと時間でスピアはちょっと頃合いを見て、手に入れたいなといったところですね。まあ、今回ガシャポンの時間でスピアを触ってみてですね、まあ、やっぱり綺麗ですしかっこいいですよね。でデラックス版のあのギミックをやっぱり体験してみたいなっていうのもありますので、まあ、それはおいおいということで、もう全然関係ないですけど、これを最近手に入れましたよ。デンジマンソフビーですね。まあちょっとシールがデンジレッドとピンクの胸のシールがなかったりですね、まあ、レッドはベルトのシールもないんですけど、こんな感じでなかなかレトロなおもちゃが手に入りましたので、まあ、これもですね、再現に使いたいなと思いつつですね、ちょっと見るとですね、これ当時品だと思うんですけど、結構綺麗に残ってましたね。まあ、後ろはこの白い部分だけですね。手袋とブーツの部分は白く塗装されてて、で頭の部分はですね、この電磁メカのところは、こんな感じで、造形はあって銀の塗装がされてあったという感じですね。まあ、こうよく見るとですね、ちょっと塗装ハゲが気になるかなっていうのもあるんですけど、まあまあ、やっぱりですね、この5人揃ってるところが、いいですよ。全然ジオと関係ないですけど。いや、またゴーカイジャーの時みたいにですね、昔の戦隊が出てきてくれると、戦隊好きとしては嬉しいですよね。ということで、またこれも、どっかで出しますので、はい。またよろしくお願いします。前田でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。